丈夫か、怪我はないか。ごめんごめん。はい、おかげさまでありがとうございました。トニー、この世界は一体どうなっちまったんだ。いや、なーに、心配すんな。俺たちがいれば大丈夫だ。ごめん。ほう、マシンを倒す人間か。アプリカント、いや、すでにセイバーか。ならば、貴様の出番だな。バッツバッツ。こんな大変な時に勘弁してくれよ。見てわかるだろ、今はこいつらを止めるのに忙しいんだ。ごめん。バッツよ、ここでやったが千年目。すげえ増えてる。今度こそこの俺と戦え。俺についてくれば、そのマシとかなんとかとかってのを止める方法を教えてやる。マシとかなんとかとかって、マシンのことか。そんなことできるのか。よし、早く連れてってくれ。お前意外にやるじゃないか。ぐえぐえ。おい、もういいだろ。そろそろあいつらを止める方法ってのを。本当にあやつの言った通り、俺とサシで戦う気になったな、バッツ。はあ、あやつ。それよりマシンを止める方法は知らん。はあ、こうすればお前は絶対についてくれと教わったんでな。では今度こそ決着をつけるぞ。なぜかは分からねえと、お前とは決着をつけねばならぬ気がするのだ。よくぞセイバーをおびき出した。もう貴様に用はない、消えろ。な、何、俺はこれからバッツと決着をつける。黙れ。こやつを葬るのはこの私だ。セイバーを倒したとなれば、さらなる高みに至ることも夢では。話が違うではないか。俺はただバッツと差しで決着を。なるほど、そういうことか。バハムート軍に利用されたな、ギルガメッシュ。ここで死んでもらう。すまん、バッツ、こんなはずでは。トニー、こいつらを片付けた後、お前は説教だ。ごめん。もうこいつらに手加減はしねえぞ。ええ、前と違って手加減無用よ。あいつらか。もしそうなら助かったよ。俺たちだけだったらきつかったぜ。んで、
このバカ、あんな奴に騙されやがって。すまん、お前を探していたら声をかけられて。こうでもしないとお前は戦ってくれないと思ったし。あのな、なんでそこまでして俺と戦う。動くなセイバー、こいつらがどうなっても知らんぞ。くそ、いつの間に。貴様が救世主だというのなら俺で手も足も出せばいい。おとなしく元気だ。どっか今のうちだ、逃げんかい。貴様ここは通さんぞ。さあそいつらを連れて逃げろバッツ。お前行け。こうなったのは俺のせいだ。お前とは一度、一体いつで勝負したかったぜ。あいつ本当にわけわかんないやつだったな。でもいいやつだったよな。ここでやったが万年目。バッツ、今度こそ決着をつけるぞ。俺たちの歴史を勝手に桁レベルで足してくな。そう、いざ尋常に勝負。いや遠慮する、お断り。ボコ逃げるぞ。それごめん。ちょっと待って、バッツー。